おはようございます。平井拓也です。皆様方には大変にお世話になりました。おかげさまで5期目当選をさせていただきました。皆さんと共にまたこの地域の改革や国会においてこの国の新しい方向性を決めるために全力を尽くしていきたいと考えています。まさに変えなければならないものがたくさんある状況、しかしながら一方で守るべきものも我々はちゃんと具体的に考えております。その守るべきものを守り、変えるべきものを変えていくこと、それが新しい自由民主党の仕事です。同時に今はいろんな新しい、ありがとうございます、新しいこともこの地域でたくさん起きていますし、日本全体でも若い方々やまたいろんな分野で起業される方もいます。そういう方々を支援する政策をしなければなりません。頑張る人が報われる政策、そして新しいことにチャレンジする方々を支援するような政策、まさに景気の低迷期ですから、そういう方々に対しての支援策というのは必要だと思います。廃業より企業が増える、そのような経済状況を今早く作らなければならないと考えます。金融政策、財政政策、そして成長戦略、そういうものを全て今から動かしていかなければなりません。停滞した3年3ヶ月を取り戻さなければなりません。その意味で我々に対する責任、非常に重いものがあると考えています。その難題にありがとうございます。一つずつ答えていくのが自由民主党、これからの重要な仕事でございます。おはようございます。ご通行中の皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。平井拓也です。皆様方に本当に育てていただきました。5期目もう一度国政の場に送っていただけます。ありがとうございます。この国難の時に全力でこの仕事に取り組まさせていただきたいと思います。国会議員とはどうあるべきか、政治がどうあるべきかということも今回は問われました。そういう意味で約束は守る、責任は取る、そしてちゃんと説明責任を果たすというような政治の基本的な法則をきっちりと守っていかなければならないと、原則を守っていかなければならないと考えています。おはようございます。おはようございます。平井拓也です。